ヤミーな、ジョーンズおじさんだ。本日はですね、Gフレーム FA、機動戦士ガンダム Gフレーム FA、ストライクガンダムディアクティブモードですね。プレミアムバンダイから届いて、なんか当選品なんですよ。Not for sale って書いてあるんで、はい。ストライクガンダム僕大好きで、特にディアクティブモードが好きなんですね。で、これなんかアンケートに答えて1万名様に当たるっていうやつだったんですけど、はい。1万名選ばれました。嬉しいね。もうね、開けていきます。はい、あ、こういう風に入ってるんですね。なるほど。よし、はいはい、ディアクティブモードなんで白黒のパッケージですね。はい、じゃあ開けていきましょう。もうこれで戻れないっすよ。よいしょ。おー、中は説明書が入ってて、ガムは入ってないんですね。はいはいはい、もうパーツ配分がこんな感じですね。お、ちゃんとアーマーシュナイダーが入ってますよ。いいですね、ディアクティブモードの配色ですね。早速組み立てて遊んでいく。それでは完成しました、ストライクガンダムディアクティブモードですね。はい、まだ組み立ててない人や、もしかしたら今後通常バージョンのストライクが出ると思うんで、組み立てなんですけど、結構ね、パーツオープナー使った方がいい部分がありましたね。そのまま外そうとすると硬い部分があって、はい、まあ、製品版だとどういう仕様になるかわからないんですけど、今回中のフレームもなんか組んでいくような仕様で、このパーツ、この胸部のパーツとかあらかじめこうくっついてる状態で梱包されてたんですよ。それを一回外さなきゃいけなかったんで、パーツのオープナー必要でしたね。はい。で、デッキそのものはですね、非常にかっこいいですね。ストライクガンダムって、ぶっちゃけこのディアクティブモードが僕一番かっこいいと思うんですよ。この色合いがすごくなんていうか、シックと言いますか、フェーズシフト走行を展開した派手さがないじゃないですか。なんか兵器としてですね、すごくなんか魅力を感じる色合いなんですよね。で、こうね、こうアクセントとしてこのカメラアイとかが、ちゃんとその、なんていうか、アクセントとして存在してるみたいな、そういうね、いいんですよ、アクセントが。すいません、変な言い方ね。で、組んでて思ったんですけど、この後ろ姿もめちゃめちゃなんか、美しいんですよね。こういう造形とか。はい。デザインしたの大河原先生でしたっけ？やっぱすげえなと思いますね。はいはい。で、付属品がまあ、このハンド、握り拳のハンドと、あとアーマーシュナイダーですね。はい、まあ、ガンダムシード今年20周年でですね。まあ僕も一応ガンダムをちゃんと見たのがガンダムシードからだったんで、やっぱりシード世代っていう感じなんですよね。一応ね、僕テレビシリーズで一番好きなのはガンダム X かもしれないですね。はい。まあいいっすわ。ガンダム X 好きなんだよな。はい。で、やっぱり当時ガンダムシードを見てて、僕1話すっごく引き込まれたのを今でも覚えてるんですよ。1話ってストライクガンダムがこう、なんていうか炎の中でこう、立ち上がるだけで、こう終わったんですよ。でもそのね、炎の中で立ち上がるっていう、そのね、演出、もう、次回が気になってしょうがなくて、もう、その、終わり方したその一週間、もうワクワクしたのがもう今でも覚えてますね。もう、福田監督ですね。今、ガンダムシードの件でいろいろ言われてる監督ですけど、その、ロボットの見せ方とか、その演出、僕すごくそこ尊敬してるんですよ。エクスカイザーのサンダーフラッシュ、必殺技サンダーフラッシュって言うんですけど、あれの演出とかをしたのも福田監督らしいんで、はい。まあ、それは当時のエクスカイザーの DVD の、ボックスで書いてありました。はい。はい。だから、やっぱりね、こうね、子供がそのどういう描き方を、ロボットの描き方をすれば夢中になれるかってことをね、よく分かってる監督だと僕は思うんですね。ロボットの動かし方、サイバーフォーミュラーとかもすごく良かったし、メカの動かし方に関しては僕、福田監督はすごく尊敬してます。はい、これからも頑張ってください。偉そうに言ってすいません。はい、カット行きましょうか。結構やっぱり柔軟な動くんですよね。こう腰がちょっとね、なんかガタつく感じがあるんですけど、まあ許容範囲ですね。はい、首360度もありますね。はーい。
まあ、どうしよう、ちょっとアップで見てみるんですけど、しょ、やっぱね、墨入れとかしてあげたらさらに良くなりそうですね。まあでも食玩でこのレベルだともうめちゃめちゃいい玩具ですよね。多分どうでしょう、これ一般販売されるあたりだと550円ぐらいになるんですかね。まあ多分そのフレームとアーマーと分けられると思うんで、合わせて1100円ぐらいになるかな。まあ十分だと思いますね。はい、こう柔軟に動いて、はい、構造はこんな感じですね。二重関節にはなってないんですね、一重で。よいしょ、こんな感じか。はい、足ね、スカートこう、こう見てください、このなんかこのね、ムッチムチな感じ、太ももがね、やっぱいいんすよね。やす、なんていうかね、馬娘で言うと、ダイワスカーレットが感じるんですよ。ムッチムチな感じが。はい。何でも、それからどこかで馬娘の要素を入れていきたいって。はい、こんな感じですね。このリアーマーはちょっと動かない感じですね。はい。あ、でも、こうね、関節の可動軸がすごくいいんで、こう、正座とかも余裕ですね。いいね、いいね。それではですね、メイン武器のですね、アーマーシュナイダー持たせていきましょう。まずでは手首ですね、変えます。いいよ、ちょっと待って、ちょっと硬かった。飛ばします。それではアーマーシュナイダー持たせてみました。もういや、めちゃめちゃかっこいい。これはもう最高としか言えないですね。もうやっぱりもうね、ストライクガンダムといえばアーマーシュナイダーなんすよね。で、このね、なんでアーマーシュナイダーを装備してるかっていうその理由がかっこよくないですか。このディアクティブモードになった時に他の武器が、まあバルカン使いますけど、はい、他の武器、ビーム兵器が使えなくなった時に唯一、このアーマーシュナイダーだけは使えるっていう、その設定の、なんていうか良さ、もういいっすよね。しかもその、フェーズシフトが展開できなくなったイコールもう大ピンチじゃないですか。で、さらにこのアーマーシュナイダーを使わざるを得ない状況ってもう、なんていうかめちゃめちゃその緊迫感が生まれるっていうか、はい、もう演出がもう映えるような、そういったなんていうか展開ができるんで、いやーもうね、こういうのがいいんですよね。もうね、強い武器で蹂躙するんじゃなくて、弱い武器でどう戦うかっていうね、そこね、やっぱいいっすよね。大人になると魅力わかるんですよ。俺やっぱりね、子供の頃ガンダムシードを見てて、やっぱりね、フリーダムガンダムがすごく好きだったんですよ。理由は強いからだったんですけど、いや、大人になってくるともうね、最弱のストライクが一番かっけーって、もうストライカーパックも何もいらねえって、ディアクティブモードが特にいいってね、わかるようになりました。まるでサビ入りのお寿司を食べられるようになった大人っていう感じですね。はい。はい。一応造形で、はい。まあ、色はですね、一色ですね。微妙に、手首と色が気持ちちょっと違うかな。うん。っていう感じですね。はい。一応、エントリーグレードのですね、ストライクガンダムですね。はい。それかんでも、通常の仕様の買いたいんですけど、ライフルとシールド装備のやつしか売ってないんですよ。いや、僕はアーマーシュナイダー装備の安いやつが欲しいんですけど、なかなかね、売ってないんですよね。はい。なんで前レビューしたソリッドクリアバージョンで。はい。いや、ね、ぶっちゃけやっぱさ、やっぱ、ディアクティブモードの方がかっこよくないですか？色の統一感ってやっぱ、大事かなーって思うんすよね。うん、確かにね、ヒロイックではあるんですけど、こっちは。やっぱりね、なんていうか、ちょっとね、まあ、回転寿司で言うと、この、卵ディスってるわけじゃないですけど、ちょっとね、はい、まあ、子供向けっていう。はい、すいません。ディスってるわけじゃないです。はい、いいね、いいね。というわけで、今回のですね、ストライクガンダムディアクティブモードのレビュー以上となります。本当に当選して嬉しかったですね。バンダイさん、ありがとう。まあね、当選品といってもですね、送料で640円がっつり取られたんですけどね。はい、全然無料じゃなかったっす。はい、なんか、応募者全員サービスみたいな感じ。はい、まあそんな感じで、はい、まあ今後ともですね、レビュー頑張っていきますんで、はい、私、馬主を目指しておりますので、ぜひ、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。では、ジョンズおじさんでした。ありがとうございました。